ユスハラ町は高知県の西部にある町で高岡郡に属する。ユスハラ町は略式表記。日本三大カルストの一つ四国カルスト高原を要する。古来から伊予とのつながりが深い。建築家である熊健吾が手掛けた建造物が多くあることでも知られている。高知県北西部の高岡郡に属し、四国山地の生誕に位置する。また、 日本三大カルストの一つ、四国カルストを町北部に要する。四方を山々に囲まれ、町面積の91%を森林が占めている。公式サイトなどでは、雲の上の町をキャッチコピーとしている。山地河川本町の人口は1950年代に1万人を突破したのをピークに急激に減少している。町内に消防署等は、 所在地しない郵便番号は以下の通りとなっている。国内島が YSS 過疎化により生活インフラの参入が見込めないことから住民が出資した会社が運営するガソリンスタンド島が YSS では給油以外にも生活必需品の販売や葬儀など様々な事業を受け負っている。電力四国カルスト地区に発電用風車2機を設置得た電力を 四国電力に売電して、得た資金を使い町内の公共施設に、太陽光発電パネルの設置、揺す原中学校に、小型水力発電機の設置、道の駅、揺す原に、地熱利用の温水プールを建設するとともに、町民の太陽熱温水機や、太陽光発電パネルの設置、小型水力発電機の設置、間伐材を利用する、ペレットストーブの購入などに補助をしており、 2009年1月22日に政府より環境モデル都市に選定された。将来的にはエネルギーの地産地消によるエネルギー自給率100%を目指している。並行した小学校国道440号終点付近、空港路線バス国道県道林道その他道路、土佐牛丸かじり、大会の様子土佐牛丸かじり、大会の様子、坂本隆一、 桑原萌一、中沢新一、細野晴臣、高橋幸宏が、発起人である、森林保全及び、地球環境温暖化防止のための中間法人モア、トゥリーズのプロジェクト001である、モアトゥリーズの森がある、高取キムチ、ありがとうございます。